てか体全然太ってたじゃん。ロアコさん知ってるじゃん、俺の体デブデブだったの。うんうんうん、今見る？だってさ、うん、今の捨て頃のさ、うん、写真あんじゃん、うん、今より丸いもん。丸いでしょ、うん、体やばいよ今、うん、見る？すごいやつだよ。腹筋は割れないでしょ。腹筋はね、さすがに期間が足りないからあれだけど、ガタイが変わった。ほら、ほんとだ、ブヨブヨがなくなった。ブヨブヨなくなってきたよね、うんうん、今こんな感じまで痩せたよ。え、ふわっち乗せても大丈夫？ふわっちは大丈夫。あの、上半身が、うん、お腹の肉全然ないでしょ、ほら、あの、前にボンって出てたやつ。ちょっとね、前ぷよぷよだったもんね。そうそう、ぽっこりだったもんね。結構筋肉質になってきたでしょ、うん、あ、プロテイン飲んでたじゃん。飲んでる飲んでる、毎日飲んでるよ、うん、結構ハードな筋トレやってるから、だいぶこれ続けようかな、肉体改造だけ。肉体改造だけ、うん、ねえ、かっ、ねえ、腹筋とか割れてた方がかっこいいもんね。だいぶ痩せた、うん、徹夜っすね、うん、すごい。そうだね、努力っつうか、まあ変わったよ、やっぱり結果が出てきた。3ヶ月の一回ね、増量しようとしたのがなければ多分腹筋割れてたよ、多分。あの、増量が間違えた、あれさえなければ言ってたな。あ、それゴミ開け、蓋開けてくれるのか、なんだか入れていい、うん、それ蓋の開け方あんの？ない。ないの、うん、こっから取り出すしかない。さくらさんはどつよ、おはよう。ホームラン級のバカ野郎さんいらっしゃい。お疲れっす、アメリカ人。お疲れ。炭水化物抜いてんの。でも、そしたら頭ぼーっとするようになっちゃったから、炭水化物抜いて2週間で6キロ落としたんだよ。結構きついよ、運動しながら炭水化物抜くと。で、さすがになんか雑談とかもおかしくなっちゃって。うん。アメリカ人さんの LINE が繋がってんの？ああ、アメリカ人さ、あの、ロハコさんが繋がりたいって LINE。返事来ると思うよ。あ、了解です、編集長さん。あの、僕のセコンドロハコさんなんで。そうっすね。いや、それが、サメ島さんがさっき、ローキックするときに反射でガードしちゃって、サメ島さんの右すねぶっ壊しちゃったんだよね。真っ黒、今。LINE 送ってるってよ。多分設定わかんないでしょ。スタンプ送ってあげて。何の名前、何の名前で。あ、アメリカ人じゃないの。アメリカ人っていう。スタンプ今送って。LINE。マックイーンさんいらっしゃい、ワドツ。多分アメリカ人であると思うな。ここだと映んねんだよな。この辺かな。アットマークって言うの？いや、わかんない。LINE の名前を教えてくれるのは誰？いや、スタンプ送れって言った、今。いや、僕はプラスしてないから送れない。いや、LINE はできる。そのメッセージはできる。頭痛と吐き気収まったね。それだって、丸だって。アットマークがそう？うん。テルチャンピオン、俺によっぽど勝つ気だな。全く負ける気しないらしいよ。うん。テルチャンピオンは全く俺に負ける気しないって。うん、どう思う？絶対勝つみたく言ってたよね。ね。だから僕はさ、どっちが勝つかとかさ、わかんないんでさ。そうだよね。うん。反応難しかった。うん。
お父さんは友達だし、うん、テルチャンピオンはタイプだし、ルーさん、ルーさん、格闘は頭の中だ。ダメだよ、セコンドなんだから俺の応援しないとダメだよ、試合当日は。うん。ねえ。廊下さんは俺のコーナーに立つんだから。うん。ねえ。テルチャンピオンタイプなんだって、廊下さん。笑っちゃうよね。まさかのロハコさんが相手側になびいてるからね、今。ああ、でも、アメリカ人さんの方がかっこいいから。アメリカ人の方が好きなんだって。タイプなんだって。うん、ダントツ。うん。だから、テルチャンピンさんは、口ひげと顎ひげを取ってくれれば超タイプ。おー。ただね、あの人のね、指見てみたら、あの人はちょっと長いんで、大きすると。あ、そう。うん、おー。ティッシュある。ティッシュここにある。この感じ。再開はね、6月の15を考えてる今。ありがとう。6月の15からにしようかなと思って。まあ、大会のダメージ次第だよね。怪我してないことが前提だから。骨折とかリアルにあり得るから余裕で。顎の骨折れたり鼻の骨折れたりってこともあり得る。鼻の骨は余裕でもう何回も折ってる。うん。鼻の骨は3回ぐらい。鼻骨っつうか軟骨が折れちゃうんだ。上の方の。一番折れやすい骨だから。明日僕の必殺あの。アンパンマンパンチ、あの飛び込みのこれ、辰彦さんが好きな。あれ当たるイメージがないんだけど、辰彦さんよくやってるけど、あれ得意技なんでしょ。あれとは違うんだ。俺でもだんだん分かってきた。あの日曜日の配信、ウォームアップが足りないんだと思って、ちょっと早めに現地行って、あの、体温めないとダメだと思って。あの、調子悪いに多分アップが弱いからなんですよね。最近覚えたの？あれでも当たるイメージないですよ。むしろあれ危ないと思う。スーパーマン、あの、多分初見せ僕とのスパーの時だと思う。でも調子戻したいですね、体の。体調はだいぶ良くなってきてるんで、マックスの力を引き出せるようにしたいですね、本番で。おばさん、洗剤借りていい？台所で。ん？メガネ洗いたい。いいよ。曇っちゃった。まな板をその白い発泡スチロールの上に置いてもらえれば。はい。降んなかったのにね、あっちは雨降った跡があったんで。東京降ってたよ、出た時。降ってたの？降ってた、小雨で。入れとけばいいんだ。ラインでしょ。うん、ああ、ふわっち？ふわっちアメリカ人出てくるよ。
アメリカをカタカナ、アメリカはカタカナで人。20秒間ぐるぐるパンチ、列海洋みたいな。アメリカ違いで US っていうのもそうかな。そう、それアメリカ人アット US かな、うん、もしくは俺の放送を見てアメリカ人がコメント打ったからそっから行けばいいんだよ。1日1回放送、1日1、2回放送か。デンプシーロール使いたいですね、正直。あの、接近戦で、僕も、あの、テレチャンピンも、多分みんな、素人勢は多分そうなんですけど、接近戦弱いんですよ。あと、フォーム矯正しましたよ。このパンチなくなりました、僕、これ。フォーム矯正したんで、ここ1週間で。顎引いてちゃんとガード上げていけるようになったんで、明日見せます。それはお疲れ様です、しげさん。お疲れっす。明日の課題はフォームかな。フォーム、フットワークですかね。マックインさん、おはようございます。今見れて、こう返事遅れてごめんなさいね。ベンジョさんも来んのかな明日。ベンジョ太郎さんがスパーリング、明日スパーリングなの。ベンジョさんかっこいいだろうね、体ね。でっかいよ、ね、でっかい。ガチムチだもんね。ガチムチ、筋肉もそうだけど脂肪もお腹もボーンだけど、うん、腕もボーンって太いよ。でもブヨッと入んないでしょ。じゃあ丸い太鼓みたいな。そうそうそう、硬い筋肉。そう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 、あのお相撲さんみたいな太り方。筋肉に脂肪が乗ってる感じだよね、うん、それそれそれ、それがかっこいい。うん、ベンジョ太郎さん一番かっこいいになってくる。うん、すごいよ、うん、強いよ。あとベンジョさんボクシング上手くて、うん、ベンジョ太郎さんは誰とやるとか決まってる？ベンジョ太郎さんはポンスケってわかる？うん、うんうん、ポンスケさん。あれなんか心霊配信あったじゃん、海老蔵さんと。じゃなくて、あの人はバイさんとやりたくみたいなことを言ってなかった？金牌さん、それセブン。あ、そっか、そっか、そうだ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 、あの、一緒くたになってたでしょ。うん、うん、バーベキューやったじゃん、ほら、3人で。僕、セブンさんに担当ですね。ははそうなんだ。ロコさんも配信やってるよ、配信者だよ。うん、今は放送してない。今は回してない。一緒に、うん、基本ローだよね。でもね、ローキックでダメージ与えるの結構ね、難しいんだよ。ピンポイントで蹴らないといけなくて。的こんくらいなの？その、蹴って効く的って。ローコさん 52?2 だよね。52。俺の20個上だから。20個すごいよね。うん。だから、はい、60年ってこと？俺は60年。僕40年。でしょ？ローキックって的が小さいんだよ、意外と。僕生まれた頃、和藤さん何してるの？いや、生まれた、老子さんが生まれた時は生まれてねえよ。だから、誰かだったんだよ。だから、親父がそれこそ7歳とかで。だから、誰かだったんだよ。うんうんうん。その時の記憶あったら面白いんだよね。ねえ、生まれる前のね。どんな感じだったんだろうね。女だった。女だった。初見さんいらっしゃい。初見さん来たよ。あ、本当に？初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。格闘技、水分補給とか、ペットボトル渡すから、水だけ、補給しすぎてもダメなんですよ。ダメ。だから、少し口に含むぐらい自分調整するから、少し、こう、ペットボトル開けて、こう、俺グローブつけてるから。スポーツドリンクじゃダメなの？
あとね、水が一番いい。砂糖が入っていくから。あのね、ベチャベチャしたの。極限までやるから。うん。いってらっしゃい、グデザマさん。チビちゃん出てきたよ、ほら。ほんとだ、かわいいね。デブでしょ。ね、でっかい。すごいでかい。キャベツ食べてる。あ、おいしそう。キャベツ持ってった、家の中。持ってった、うん、うん。めんどくさがりや。うん。おはようございます、コケさん。あ、水の補給と、椅子ってあるのかな？コーナーに椅子って用意されるんですかね？コーナーの椅子は、もしかして僕置かなきゃいけないとか。そう。セコンドの役目は水分補給と、手不自由だけどできるかな。多分大丈夫だと思うけど、最悪立ってるよ、俺。うん。丸い椅子になったらいい、ね、パイプ椅子をね、下にくぐらせて、こう、を立てて、俺座らせて、後ろからこう、水入れたりとかしたり。うん、ペットボトルの蓋開けられるよね。開けられる。うん、固く閉めてなければね。うん、オッケーオッケー。新しいのだと開けれない、ガチっていうのは、ね。じゃあ、開けといてさ、うん、ちょっと緩めにしておいて。あとなんだろう、セコンドの役割ってなんだろう、あと応援だよね。あとパンツの中見ること。ダメだよ、試合中にダメだよ。ダメ試合中にダメってことは、試合中に俺のパンツ見てどうすんだよ。試合中にダメってことはさ、試合中じゃなければ OK ってこと、うん、ダメだよ。ワトさんの女たちが怒る。ワトさんに質問来てるよ。ん、わー、除霊できますか。できるよ、できるって。でも、めったに呪われてる人なんていない。いない。霊視だよね、一番やるのは。一番簡単なのは霊視だよ、うん、どんな人がついてるよって、うん、たまにその人しか知らない情報が僕の口からポロッと出て、その人がそうですって急に、うん、飛びかかってくから、それが怖いから、僕霊より怖いの。そこに飛びかかってくる。当たった時驚くんだ、うんうん。試合前に首の筋肉を揉んであげるとリラックスさせてあげてください、うん、まあだから当ててくれたりね、こうさすってくれたり。乳首はダメ。試合中はダメ。本当にこの試合だから、うん、多分びっくりすると思うよ、うん、どちらかっていうとリラックスさせてあげるっていう感じ、うん、あ、頑張れよみたいな、こうさすってあげて、背中さすったりとか、うん、さするのここはダメ。チンコはダメだよ。ダメ、うん、チンコはダメ。ファールカップつけてるもん、カップ金的用の。ああ、金的用のか。そう。なんか、練習したらしくて、テルチャンピンが。スパーリングやったんだって。2時間。で、あれだってよ。相当自信ついたみたいよ。負けへんわ、って言ってた。うん、練習してもらいたい？練習してもらうって、だって、そう簡単にはね。うん。あのね、たまにね、コメントで練習できると思ってる人がいて、うん、できたら、レノルクセがね、いちいちテレビ出てきてない。そうだよね。し、現地に行ってない、うんうん。相当研究されてた。茶間次郎っていう人が、スパーリングパートナーなんだけど、話聞いたら、その人も言ってること正しいね。ワンツー基軸にしてくるとか、こういう攻め方してくるからって教わったよって言ってて、チャンピンが。相当研究され尽くされてる。そりゃそうだよね。動画で公開してんのこっちだけなんだからさ。全部盗まれてるね。電源コードは持ってこなかった？持ってきたよ、ほら。あ、それだったら。センサーっすね。うん。ここでも見える。あ、ありがとう。大丈夫よ。まだバッテリーあるから。それって何回分ぐらいですか、パソコン。パソコンを充電するのは、何回かな？3回ぐらい？いや、10回ぐらい。あ、10回もできる？うん。スマホ40回ぐらい。多分、打たれず、あ、だけど、その人の話だと、チャンピオンパンチ軽すぎるっていうのも、的確に指示してたから、フェアに見入れてる。その、茶間次郎って人は。多分格闘技の経験あるんだと思う。なんつうの、チャンピンの弱点もちゃんと指導してた。チャンピンの話を聞くと。パンチじゃ倒せないって。
お前パンチじゃ倒せないよ。だから蹴りで来るんだよ、あいつ。それか、パンチこの2週間で改良してくるか。ただ研究はよくされてて、対策打ってくると思う。だからこの2週間で新技を覚えないといけないかもしれない。面白い試合。あ、いや、サーバー落ちあるよ、多分。石川のりゆきさんとか、もう一つの枠でしかやらないから、多分2万人ぐらい見ると思う。俺の予想。俺の予想2万いくかいかないかぐらい、前後。もう3万いったら大成功だよね。1万人は確実に見ると思うよ。もうその日は多分その話題で持ちきりでしょ。こんだけ配信者40人ぐらい集まるもん。絶対、やばいことになると思う。まあでも多分、試合止めるでしょ。おそらく。その人の枠知らないと、その放送見に行けない。ベンド太郎さんのツイキャスでやるって。うん。だから、まあ大丈夫でしょ。あれさ、キャスでやるでしょ。キャスでやるって。キャス、だってふわっちの回線軽すぎるもん。汗でさ、乳首がさ、透け通らないように、ちゃんと色ついたやつじゃないとダメに。大丈夫、大丈夫。T シャツ着るから。うん、何人か配信。いや、これはね、さすがにイベントだから、一個にまとめた方がリスナーさん見やすいと思うよ。試合は、便所太郎さんのツイキャスで見れます。多分それが一番正解だと思う。キャスって定員がないのかな？リキさんお疲れ様です。ん？定員ない？ないないない。定員ない。定員アリーナ。多分、これが多分最高記録だよね。同時閲覧。どれくらい行ったっけな？数万人は、これが出してるから。うん。これの最高記録って2万人だっけ？同時閲覧。なんかあったよね。なんかこれ番になったらしい。A 番だって。A 番になると何？アカウント作り直してもダメ。もうダメ。すぐバレたら、あなたは A 番ですって。いや、ラジオ放送しかダメ。うん。ラジオもダメだと思うよ。もうあそこまで有名になっちゃうと。そう。うん。テルチャンピンも A 番、ツイキャスは。バカ見ちゃったね。キャスで A 番なんて、ね。もったいないよね。うん。ありがとう。頑張ります。次は、どこだ？ふわっち。ふわっちじゃん。これがふわっち来るんだ。多分。それから YouTube じゃん。YouTube ね、YouTube 放送を見てる人いるんだけど、僕がね、コメントラグがね、10秒ぐらい。今、10秒。必ず。それでも前、1分半だったんだよ、1年前。今、だいぶ改善された。いやさ、ラグがあるから、うん、その人がコメントしてて、そのコメントに対して言うのに、どんどん喋っていくから、え、何のことって聞かれちゃう。それに答えるのにまた10秒かかるから、はいはいはい、ラグが10秒ぐらいあるってね。まあしょうがないよ、ね、しょうがないしょうがない。遅いよね。なんで YouTube はあんなに重コメントラグがあるのかな。俺も最近 YouTube ライブやってるよ。うん。あ、そう。うん。だから下の URL あるな、文字のところ書いてあるでしょ。俺の放送の下に文字流れてるでしょ、 URL、うんうんうん、それクリックしてチャンネル登録しといてよ。登録してるよ。あ、してる？通知が来ないの。通知は来ないんだよ、YouTube。YouTube 来ないの？来ない。あ、Twitter から来ないんだめ。うん。まだ、機能が充実してないね。Twitter 年中開けてないんでさ。そうだよね。うん。前はね、常に開けといたのね、Twitter を。うん。いや、フォロワー多くなるとめんどくさくなって読み切れなくなっちゃうんだよね。まあでも、あれだよな、もう、考えてやる時期じゃないよな。もう、ほんとスタミナ上げて、あとはもう、オーソドックスに蹴り倒すっていうのが一番綺麗な戦い方だと思うんだよね、1ラウンド目は。ひたすら蹴る。チビちゃん何やってるの？チビちゃん？いや、キャベツ食べてるね。あ、じゃあ新しいキャベツ入れてあげるわ。うん。いや、持ってくる。で、わざわざ入れてもらおうかな。よく聞いた。噛むから気をつけてね。はいよ。噛み癖直ってないか。うん。あー、花火ありがとう。誕生日の花火ありがとう。でもね、ありがとうね、花火。ありがとう、花火ありがとう。バースデー花火ありがとう。6日前ですね。ありがとう。
嬉しいです。たくさんありがとう、カズ。こんなにたくさんありがとうね。ありがとう。うん、嬉しいよ。ありがとう。頑張ります。あれさ、和道さん、うん、カズさんは何をえ、もらいたいのかな。いや、練習してもらいたいんでしょ。守護霊とかさ、霊ついてるかどうかとか。なんか異変が起きてるからとかなの？わかんない、それは。これどうやって入れんの？これ開けんの？ここ、うん、いや、そこじゃない。ここじゃない、ここか、うん、そこか。噛むから気をつけてね。脱走したりしない？しない、しない、大丈夫。指噛むから気をつけて、うん、これそのまんまでいいの？ちぎらなくていいの？うん、ポンと入れて。はい、早めにやらないと脱走するよ。指噛む、はいはいはい、指に飛びつく癖がある。はいはい、ほう、欲しければ食べるし、欲しくなければ食べない。うん、移してあげればハムスター、見しない。ハムスターのチビちゃんで、チビちゃんって言います。老後さんの最近パートナーだ、チビちゃん、うん、女の子なの、メスで、うん、餌をね、自分で隠すのね、うんうん、で隠してる餌を、そこに餌箱あるのに、うん、ね、餌あげるとそこに入れんの、巣に持ってくるの、ね、餌あげるとそこにわざわざ持ってくるの。うん、YouTube 登録ありがとう、チャンネル、うん、かわいいね。うん、癒やしい。だから出かけるときは、何日かいないときは外目のところに置いていく。餌あるからキャベツだけあげてって、うん、まあ、レタスでもいいんだけどね、夏はレタスすぐ腐っちゃう、うんうん、俺ね、でも格闘技やって思ったのが、あのね、戦い方とか戦略とかよりも大事なことが見えてきた。普通の人って、戦略が大事だって思っちゃうのよ。ガードとか何の構えとか、ワンツーとか。そうじゃなくて、最強のやつってジャブでもいいんだよ。ワンツーだけでもいいの。もう要は、基礎の技がしっかりしてるから、コンビネーションとかも大事なんだけど、ワンツーとかワンツースリーをもうひたすら何年も練習してるやつの方が強い。もう。要はスピードとコンビネーションの速さとインパクトとか、もうパン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 って言って、試合でもう、うわぁうわぁってできるやつが最強。スタミナを持ってて。もう3分間どれだけ強く速くコンビネーション、インパクトを持って、うわぁうわぁってできるかだよ。これだけ。本当にそう。もうどんなに鈍い技でもいいのよ。もう、なんつうの、反射できないぐらいの速度で打っちゃえばいいよ。だから結局練習したやつが勝つってこういうことなんだっていう。もう防ぎようがないんだもん。そんなね、試合中に作戦組むなんて、ガード上げろとか無理よ。セコンドの言うこと聞けとか無理。絶対無理。本当に毎日毎日一つの技でも何でも毎日淡々と磨いてるやつが最強。あのボクシング中さ、うん、ボスに誰かいるじゃん、仲介みたいな。レフェリーだね。うん、あの人たちは 何をするの？違反かどうか。そうそう、例えばここに当てちゃいけない試合でやっちゃう人とかいるのよ。うん、あと頭突きもダメなのね、うん。それを見てるのずっと。あとそのなんつうの、試合を一回離れなさいとか。うん、組みついてる時に殴っちゃいけないとか、うん、細かいルールを見てるの、うんうん。だから、その、裁判員みたいなもんだよ。うん。高山はどつ、最終的に基礎だよね、やっぱり。野球で言うと、キャッチャーの後ろにいる人。そう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 。うん、審判員だよ。ほんと、レフェリーって審判って意味だから。うん。だから今日、鮫島さんにローキック、ちょっと打たせろよって言われて、反射でガード上げちゃったの。サメ島さんに、もも蹴らせろって言って、オッケーって言って、パッてガード開けたら、サメ島さんが、うーっつって、ここ真っ黒になっちゃったの。そう。すね当てちゃったの。で、なんで足上げるんだって言われたの。そう、怒られちゃった。そう。お前ガードすんなよーっつって。今、サメ島さんのすね真っ黒だよ。下手したら折れてる、あれ。うん。多分、剥離骨折しちゃってると思う。鮫島さんうずくまってたから、あれは、もうもう体で覚えちゃってるから、パッて開けちゃったの、うん、
そう、すねのここの硬いところぶつけちゃって、うん、思いっきり悶絶してた。思いっきり打ったから痛いしね。うん。2のバランスですね。返しと、肩と腰切れてるか。うん、いや、ローキック打たせろっつって、いいっすよっつって、反射でガードで上げちゃったもん、パッて。癖で。で、すねとすねが素足でぶつかっちゃって。そう。この子ね、サバの味噌煮とか大好き。サバの味噌煮食わせてんの？ハムスターに。とかね、サンマのかば焼きとかね、魚が結構好きで、アジの開きの骨が大好き。うん、魚好きなんだ。うん、ハムスター雑食だっけ？肉も食べるね。うん。多分放送で言うと思うよ。鮫島さん明日あたり和道にやられたっつって真っ黒になってるよっすね。あれ何日か消えないじゃん。あれは多分2週間は。下手したらしばらく次の日とか歩けないかもしんない。思いっきり蹴り込んだのにすね当たっちゃったから。和道さんは赤くなんないでしょ？俺は痛いよ。痛いけど、うん、その、なんつうのかな、やっぱりボクシングやってる人の蹴りとちょっと、うん、あ、痛さは違う。いや、サメシャバさん強かった。体格的には思いっきり蹴り込んで、うん、スナップ効かせてバチンっていうのをここに当たったから、うん、俺もダメージ受けたけど、そのなんだ、サメシャバさんの足がいかれたんだと思う多分、うん、やってる。いや、なんかキャベツをね巣に入れてる。この子ね、運動したがらないの。うん。くるくる回んない。うん。おい、挨拶だけ。いいっす。ワン太郎、お疲れい。ワン太郎さんはなんでサムネがノーなの？知らない。いや、そういうとこでしょ。そういうとこだよ。わじゃないのね。うん、わ、そこはわだよね。わ、そこはわだ、わなのに。わなのに。あってるんだけど、の、なんか、どっかずれてるんだよ。ワン太郎の中に入ってないのが。そういうところが売れないところ。探しにくいよね。鮫島さんも言ってたもん。今日ね、心霊配信でワン太郎超面白いことやったの。みんなで隠れて、俺のことを脅かすっていう企画だったのに、警察が来た時に警察に向かって、わーってやったら、わじゃねえよこの野郎つって、警棒で殴られそうになってんのに、配信外だった。ちょ、やめてくださいとか言って、すいませんとか言って、向こうの方で叫び声聞こえるの。警官に向かって、わーとか言って脅かして、え、わじゃねえこの野郎とか言って。で、三脚持ってた。ね。で、凶器だと思われた。持ってないよね。めちゃめちゃ面白いのに放送外でやるっていう、そういうとこだよって怒られてたもん。そこを放送に載せるべきだよ ね、うん、放送外の方が面白い。あれ見えたな。いや、警官を脅かしてるからね。ついに叫び声聞こえたもんね。わじゃねえやとか言って。あれ、おまわりさん本当はびっくりしたんだろうね、おばあちゃんで。そっからはって言ってくるとは思ってない。思ってない。素直に出てくると思ったんですよ。うん。もうすごいね、157人も見てるんだね。いや、今日少ないよ。普段、最近最高記録1400人。うん、すごいね。で、500ちょいちょい行くようになったかな、最近は。どの勢何割？お、いや、ふわっちロムの人多いよ。だからもうコメント全くないときは200人でずっと10分ぐらいボケーっとしてるときもあるし、うん、コメントないとき喋んないから、うんうん、そのねえ、いないのに喋ってても意味ないよ。意味ないからね、うんうん、でもまあ基本的にはそんなニコ生みたいにわちゃわちゃ煽られるとかもないし、普通に聞いてくれてる、さっきもリスナーさんからコメントとか LINE でなんか応援メッセージみたいなの来て、なんかニコ生の時から見てて、実はその和道さんがとある発言をしててすごい救われましたみたいなことを言ってくれて、
そう。届く人に届いてたら嬉しいなとか思って。なんか一番好きな配信者ですって言ってくれてた LINE で。すごい嬉しかった。うん。大阪の方来たらぜひ会いたいって言ってもらって。なんか感動するよね。ロムセンさんだから普段コメント打ってないらしいんだけど。ありがたいなぁとか思って。でも、ふわっちは匿名性ゼロだもんね。匿名はないね。だから。アカウント作るときに匿名にしたかったら、うん、捨て赤だよ。捨て赤作ればいいぐらい、ね。そうそうそう。もうサムネ入れないで、うん、コメント、なんか適当な名前で、匿名とかいう適当な名前でさ。でもね、匿名システムはあんま良くないよ、やっぱり。うん、キャスとかね、ふわっち見てて、コテハンあった方がいい。発言に責任持つようになるから。ミリカさんいらっしゃい。今日ね、ローコさん、心霊配信だったから誘って来てくれて。で、もう帰りに寄って、帰ろうかなと思ったら、寄ってっていいよって、疲れてるでしょって言ってくれて。ちょっと、じゃあ雑談させてって言って。ほら、和道さんとは男の関係じゃないからさ。付き合い長い。もう3年ぐらい。ロアコさんが配信やる前から知り合いだから。うん、そうだね。僕は和道リスナーだった。かなり初期の和道リスナー。まだロハコのコテハンもない頃だから、俺その頃知らない、前のコテハン、うん、ロハコの前のコテハン知らない、うん、おはよう、おはようございます。仲いいの、ここ。古い付き合いだから。もともと配信者じゃなくてリスナーさんだった。いろんな人見てる。他誰見てたの、ん、俺以外は。このまま、まだ暗黒も知らない頃だし。そうだよね、暗黒知らなかったもんね、うん、川崎洋平は見てたかも。あ、洋平くん見てたんだ、うん、サナッチもまだ目立たない頃だったし。そうだね、まだ有名じゃないね、その頃は。あの後バイメイバイメイ し始めたからね。そう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 、うん、あ、今70いくつでしょ。あ、そんなレベル高くなったんだ。へぇ、60いくつか。おー、うん、頑張ってるね、うん、いや、ちょっともうちょっと上がったんだけど、うん、絡まない、絡んか、ニコ生的にはあの人と絡んでほしくないっていう人と絡んじゃって、うん、外面的に、うん、絡んだことによってかなりレベルが下がった。あー、うん、っていうか、プレアカを取って一般アカウントになったのかもしれないしね、うん、うちもだいぶ減ったよ。あ、そう、うん、僕この1週間だけで20人減ったからね。ああ、すごいね、うん、プレアカの減りが止まらないらしいよ、ニコ生は。だって残り40人ぐらいで、うん、レベル66、レベル55って書いてあったのは、うん、今日見たら残り60人マジだ。で20人ぐらい減った。ああ、へこむね。1週間だけで20人減った。それはへこむわ、うん、いや別にさ、うん、30いくつになっても別にいいと思ってた、うん、私、そろそろニコ生やめようかなとか。やめちゃうと僕っていうキャラクターはニコ生っていうイメージが強いから、どうだろう、取っちゃっていいかなとかね、うん、うん、微妙。みんなふわっち来なよって言ってんだから、ふわっち来ればいいのに。今、うん、ふわっち多いよ、配信者。それさ、どうやって染めたの、それ。これね、3倍目ヒカルの専属美容師さんにやってもらったのよ。大変だよね。だから、部分的に金髪にして、そこに色を塗るっていう。うん、あー、懐かしいですね。喧嘩凸なんか初期ですよ。昔ですね。有名になったかな、どうだろうな。あんまり、なんか、最初の頃だけっすよ。コミュレベとか、フォロワーさんの数が気になったり、閲覧が気になるのって。もう長くなってくると気にならなくなってくるよね。
だんだん楽しい放送がしたくなるよね。そう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 。別に100人以下でも、普通に会話できて、うん、そうそうそう、コメントできてれば、うん、楽しいんだよね。そう。多く来るときは600人、700人来るけど、そう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 。別に、ね。変える、その、自分のスタンスを変えるってことはない。そう。もうね、最初のうちは、やっぱ沸かせると楽しい。よくね、800人以上来てるときに、うん、来てないときに、うん、かすってるじゃんって言うから、どう、いや、いいんだよっていう。うん、わかる。いいの。そう、うん。これね、本音なんだよ。っていうか、5人しかいなくても妄想してる人はしてるじゃない。うん、それからすれば、十分恵まれてる。そう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 。そう考え直せば、全然いいの、うん。ね、ぶっちゃけね、湧くときに湧くっていうのが、もう分かってくるの、だんだん。自分の力とかじゃなくて、コラボをして湧くとか、事件が起こって湧くっていうから、自分の力じゃないんだよ。なんかトレンドブームみたいなのがあるの。で、それに左右されるよりも、いついてる人と楽しい会話した方が楽しいの。だから、あとフォローを抜けないから、そうそうそう。ある程度行くと安定してくんの。うん。フォロワーが抜けないから、だから固定のリスナーさんいかに大事にするかだよね。だから来なくても抜けないっていうのが大事。うん、で、また一悶着あれば、その時来る。そう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 、うん。だからね、あんまりね、最初の頃だけだよ。閲覧に左右されてテンションが上がったり下がったりするの。そうそうそう、慣れてない時だっけ。そう。慣れちゃうと、全然。だよね、ダメージなくなってくるよね。うん、だって1000人来てる時と100人来てる時と同じでしょ。そう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 。変わんないよ。そうだもん。うん。だから、若手の荒野とかが、なんか伸びてるぞとか言われても聞かない。今だけだよってわかるから。うん。本当に今だけだよって。すぐ飽きられるから。それよりも、平均的に何人いるかだよ。すごいアンチいるとスルーしちゃう。目が、ね、全然聞かないよ、ね。勝手にスルーしちゃう。で、聞いちゃってるときは放送しないし。そう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 。だんだんね、体調でわかるよね。今日放送やったら減らるな。だって週間放送してない。僕のニコ生。あ、そう。最後22日だもん。おはようございます。おはようございます。まだ1週間じゃないか。もう1、2、3、4、5、5日か。5日放送してない。だ最初のうちはこいつに負けたくないみたいなのあるけど、今ない。誰とも比べてない。本当に。昔はあった、正直。今ないよ。もう4年もやってるとない。今日の放送面白かったなーとか、今日盛り上がって楽しかったなーとか、そういう感覚。料理食べてるのを見た。うん。懐かしいね。結構前だよね。多分最初の頃ね。ロハコ丼はあんまり作んないんだよね、最近。美味しいの。おはようございます、ニフト社長さん。うん。追い抜かれたと思ってないよ。うん、まあでも、荒野は才能あると思うよ。うん。生主、ニコ生向きだよな、あれは。うん、でも、ニコ生向きって言われてるっていうことはどういうことかっていうのを理解しないといけない。ああ。ね。うん。柄悪いからね。ふわっち好きとかキャス好きの人がニコ生のアンチコメント見たらもうグロッキーになるよね。そうそうそういい客層つかない、うん、だから変な客層で湧いてて それでいい人はいいんだけど、そうそうそう、嫌な人はみんな他の他方他局にどんどん行っちゃうもん、行ってどんどんかそってるニコ生、うん、それに運営が気づかないのがおかしいね。そろそろ気づくべきだと思うよ。もう遅いよ。だけど。でも10月に少しなんか表現するらしいよ。何かが。ああ、投げ銭始まるって聞いた。うん。でもね、もうニコ生手遅れだよ。手遅れだと思うよ。っていうか、いや用がある限り無理だと思う。うん、YouTube ライブあるじゃん。うん、あれ100円投げたら何パーセント手に入ると思う？わかんない。だいたい80。80。100。なの、やばくない、やばいね。そう、ニコ生もう勝てない。ニコ生は何パーセントなんだろうね。どうだろうね。70か。 YouTube が今すごい力入れてるから生放送に、うん、もう無理だと思う。いや、俺は天才じゃないよ、正直言うと。俺はね、マニアックな人が残るタイプだから、それでいいんだよ。
沸かせるとき沸かせて、パーツだから。みんなでやるもんだから、配信って。荒野に嫉妬とかはないかな。なんでかっていうと、荒野の客層が悪いから、荒野の客層で羨ましいっていうのはない。俺は正直ね、チャンピンの客層羨ましいの。うん、いい客層掴んでる。チャンピンはいいよ。チャンピンはすごい、いいお客さんゲットしてて。見ちゃった系はないでしょ。え？何？レストランの系はないでしょ。レストラン？何？食事でやったとか駐車場でやった系は全部ないでしょ。あ、いや、まあ、うん、あんまり聞きたくないと思う。そっか。うん。うちのは。うん、気持ち悪くないですね。うん。いや、気持ち悪くはなんないけど。あんまりキッズいないから。あ、キッズいないのか。いない、ほとんどもう、みんな、もう、若い人で30代とか。あ、そう。40、50代多いから。おい、ワード2、マキル。旬なんでしょう、荒野は。ブーハーいらっしゃい、こんにちは。多分チャンピンが放送終わったな。チャンピンか便所太郎さんが終わったんじゃないの。なんか人が急に増えた。どっちが終わったんだ。終わってない？終わってないんだ。チャンピンで検索すればわかんない。テルチャンピン、ひらがなで。テルチャンピン。はい、アミ、ワダツ。最近体がぶっ壊れてきたね。左手がなんか物握るとバキバキって言ったりとか、ビリビリって電気流れたりとかする。今日寝てないっていうか夜中に起きたから。うん。はい、ワダツ、バタフライテール。いらっしゃい。亀島さん、彼女とラブラブだよね。なんか長くなりそう。一緒に乗ってんのは、あの細い人。それと前に向かってんの。一緒に乗ってるのはあの細い人ってどういうことだろう。ほら、あの、ピョロピョロした人。ペロペロ？ピョロピョロの人。ピョロピョロ？タイプじゃない。あー、わかんない。一緒にいるんじゃん。うん、一緒に乗ってる。二人だけ、うん。まあ、仲いいんでしょ、多分。うん、車持ってるから埼玉では止まんのかな。わかんない。うん、仲いいんだよ、テルチャンピン。もともとそのテルチャンピンとあの黒髪のやつが、テルチャンピンがあいつの家にいたの。2週間ぐらい世話になったの。テルチャンピン、あいつ配信だけで、ふわっちだけで多分 4,50 万稼いでるよ。若いのにやるよな。ここ最近バブルだよ、あいつ。うん。激おこ。落ち着いてるね、生活も。性格も。30代っぽいよ、なんか。もともとドンとしてる性格なんだよ。男受けも女受けもいいよ。さっぱりしてる性格で。俺も好きだし、チャンピンのさっぱりした性格は。
中途半端な5というのもなんかそう。テリヤキチキンおはよう。おはよう。なんかね、5風船が55個っていう5個、5個、5個だけだな、ごめんね。5個が半端で最近10個作り。ああ、ありがとう。ロゴさんアイテム持ってんだ。ちょっとだけね。ありがとう。そうなんだよ。10個単位でお金に変わるから。そう。だから10に切り良くしてくれるの。数合わせっていうの。アイテムの。数合わせ。前ね、香川さんが、うん。ふわっち放送してる時に、アイテムを買ったの、うん。あ、そうなんだ。その残りが今残ってる。はいはいはい。ありがとう。うん。目の前の人から風船もらうってなかなかないね。うん。香川さんに、たまにポッと投げるのが好きだった。はいはいはい。そしたら痩せちゃってタイプじゃなくなっちゃったの。あ、がっちりしてる人がいいんだ。もうちょっと、うん。だから、筋肉に油が乗ってる人好きなの。はいはい。じゃあ、便所太郎さんなんかめちゃめちゃタイプなの。超タイプ。超タイプなの。うん。男らしくて。はいはい。うん。知らないのはあそこだっけ、うん、あそこ知らないの。タイニー スネイルさんおはよう。初見さんありがとう、コメント打ってくれて。そう。しかも曇ってるから、なんか湿度も高そうだよ。嫌な感じ。体調大丈夫だね。だいぶ。ただもうなんかスパーリングの日、前の日は寝れない。もう夢の中でもうずっと殴り合ってんだもん。もう早く解放されたいよ。本当に毎日毎日夢が、テルチャンピン。パルスさんおはよう。今日心霊配信じゃないよ。なんで、今日は心霊じゃないよ。もう早く解放されたいよ。僕はお化けって言いたいんだよ。あ、そういうこと、うん、アスペの俺には分かりづらい。そういう含みは分かんない俺。ツイッターフォローありがとう。ツイッターも最近フォロワーさん増えてんだよな。僕を知ってないとコメントできない。コメントがでしょ、うん、知ってるからあえて言うと、うん、おはこさんのいつも打ってる顔文字はどんな意味なの。だって、え、覗いてる顔だからしーって、覗いてますよってことでしょ。話題とか出るとちょろっと顔出しする。ね、見てるよって。ロゴさん3万どころでコメントしたの。うん、え、知らないよね。偽アカウントじゃない多分。そうだよね、うん、ロゴさんちゃんまの話聞いたことある。僕の偽アカウントだと思うよ。多分偽物だと思う。うん、僕のサムネは統一されてるから、今コメントした風船投げたサムネと全く同じだからね。これをコピって誰かが使ってるのかもしれないしね。うん、偽物も出てくるわな、ある程度有名になると。うん、サムってうなちゃんまの。そうそうそう。うん、なちゃんまん興味ないから。関わりたくない。うん。苦手なタイプだよね、ロアコさんは。まだゲルゲさんの方がいいから。僕より年上の男が好きってない、あれないと思う。ちゃんまん下だよ。下なの？上に見えるけど。ちゃんまん48。8？限りなく近いじゃん。うん。
偽物。うん、どっかうなちゃんまんのところでコメントするなんてありえない。まあないね。プライベートで話題に上がったこと一回もない。偽アカウントで出入りしてて、よく本アカウントで行くと本物ってよく聞かれる。ああ、俺も言われる。偽物いるんですかって聞き直すと、だいたい配信者のところでコメント初見とか打つと本物って絶対言われる。うん、あのくだりめんどくさいよね。で、生 ID 調べられる人は調べてみたり、うん、調べられない人は証明しようがない、うん、だから、なんていうかな、コメビューを出してる人がいて、うん、それを調べてくれるリスナーがいて、この人本物ですとかね、うん、わざと偽物だと言ってみたりね、うん、でも本物ですって言う人がいっぱいわざわざですね、うん、こっから原宿方面って逆方向、新宿帰るとき歩いて、うん、全然違う方、新宿より原宿の方とか渋谷よりなんで、原宿で買い物しようかな今日帰りに。それなら和藤さんなら、明治通りまで歩いてって、そこからバスで渋谷駅のバスに乗ってった方が、うん、途中で原宿通りに出る。はいはいはい。よ。まあ明治通りまでどれくらいかかるかな。うん、和藤さんなら、うん、飯田橋行くぐらいの距離だから。飯田橋。うん。そうだ。こっち行ったことあるじゃん、歩いて飯田橋駅まで。ほうほう。大江戸線。そんな遠くないね。だから逆の方向に歩いていくと同じぐらいの距離が明治通り。あ、そう、うん、で明治通りまで行ってバスで原宿行っちゃえばいいのか、うん、そう、バス停は明治通り出て右にある。うーん、右に曲がる、うん、池袋方面に行くとバス停が、渋谷駅で出てるバス停がある。はいはい。池袋と渋谷を結んでる。原宿通る。もちろん通る。明治通り通りだからね。はいはいはい。表参道とか言うから、そこで降りれば原宿、逆方向行きます。はいはい。そう、ジーパンのもう穴がね、どんどん開いていって、塞いでも塞いでも穴開いちゃうから、もうこれ買わないとダメだね。ボロっちゃう。ボロボロ。穴、もう縫ってるんだけど、縫った隣からもう穴開いてくの。ダメだわ。デニムの柔らかいのにすればどうかな。いや、柔らかいやつなんだよ、これ、ストレッチの。だけど、俺、太ももが異常に太いんだ。またから破けてくの。昔から、膝とかから破けたことない。お尻とか。またが全部ダメになる。原宿でジーンズの専門店か何かがあるの？いや、あのね、パンクファッションが好きだから、うん、そのパンクファッションがやっぱ原宿の方なんだよね。うん、パンクっていうのはあのロックの？そう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 、ロックみたいなやつ。そう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 、モヒカンの、ああいうファッションが好きなの。冬は革ジャン着て。対人記憶持ってないからいい。いや、あるよ。人混みになるとたまに過呼吸を起こしそうになることある。あ、やっぱし、なんていうの、冷や汗出る。冷や汗出て呼吸が苦しくなって倒れちゃう、そのまま、うんうん、大丈夫なの？ K-1 グランプリすごい来るけどねえ、うん、あ、でもね、舞台は大丈夫なの、うん、舞台とか注目されてたら大丈夫、そういう大会とかは、うん、あ、ありがとうございます、ソニーちゃん。ソニーちゃんラブリーさん、ありがとう。裏原とかあんま行ったことないですね。あ、またから来る。デブだからだよ。バレーにワドツ。デブあるある。ファンになりって嬉しいな。大会終わったら落ち着いてゆっくり旅しよう。
そのライザーはさ、がっちり蓋しないといてくれない。ああ、外せなくなっちゃう。外せなくなっちゃう。オッケーオッケー。あ、だから緩く斜めにか。そうそうそう。オッケーオッケー。ああ。爪が剥がれそうになっちゃう。だね。ちょっと待って、ごめんね。バカプレゼントありがとう。おはよう、すちこ。バカありがとう、ソニちゃん。ラブリーちゃんの方がいいかな。それね、新しいの買っても外すの大変。だね。コインで開けるわ。セフィゾー上から目線。なんかその財布ってさ100万ぐらい入りそう。100万は入らない。入らない。ただあの領収書とか、うん、あのなんだろう、ボールペンとか入るから、うん、契約した時のほらサイン書いたり印鑑使ったり。硬いでしょ。え、硬いっしょ。これうん、うん、だから僕やるとって爪剥がれそうになっちゃう。うん、うんうん、だちょっとかぶせておく、うんうん。外すの1週間ぐらいかかる時ある。がっちり洗いちゃう。はい。だからね、来た人に大抵言う。はい。何回も来てる人はもう言ってあるからとかいう感覚になってるけど、ちらっと見てがっちりハマってと言う時ある。うん、うん、ラーコスカイプしよう。お前みたいな傘相手にしねえよ。それゆうさんって誰？いや、カス。絡まない方がいい。絡まない方がいい。うん。おたふくの箱？あいき。あんま調子乗ってたスイーツをブロック入れるぞ。はい、さよなら。パターン青。ブロックでーす。一度ブロックすると入れない。もう見れない。放送見ることもできなくなる。見ること。うん。キャスみたいに見ることはできるけど、うん、コメントできないじゃ甘いよね、うん。ブロックしたら見ることもできないがいいんだけどさ。あ、ふわっちはそれだよ。うん。ユウナ窓2アイテムありがとう。旅で一番目はどこ行くんですか。秘密。ロハコさんの名前の由来を教えてくださいだって。あ、ロハコというお店をよく使ってたのね。うん、で、あっちは L から始まるロハコなの、うん、で、僕は R から始まるロハコした。うん、じゃあ商標に触れるから、うんうんうん、だから R から始まるロハコにした。なるほど、うん、じゃあ普段使ってたお店か。そう、うん、月1回使ってる。うん、いや別にイライラしてないけど。美白じゃないな、単にね、日に当たんないだけ。ニートだよ。引きこもり。うん。アフリカスタート面白いね。それぐらいぶっ飛んだ配信ね、できるようになりたいね。金に糸目をつけないで。アフリカスタート旅配信。アフリカの、アフリカ日本国内だよ、俺は。まずは、うん、それが終わってしばらく経ったら世界行こうと思ってる、うん、あれは放送しないでしょ。しない、うん、しない方がいいと思う。うん、厄介、厄介、うん、まあ東北とか行くんじゃない、わかんないけど。この前の続きで、この前仙台まで行ったから、岩手からか、わかんない。まだ考えてない。うん、岩手って電波的にどうなんだろうね。ないかもね。街中以外ないかもね。うん、可能性あるよ、うん。なかったらなかったでも、まあバスとか電車で移動しちゃうわ。うん、ネットがない、繋がんないと今度さ、地図も見れないじゃん。そう、俺らはもうどうしようもないもん。地元民に、あそこどこですか、うん、って言って方角聞くしかないんだよね。ないよね。うん、うん、
あと車乗ってる人が信号待ちしてるとか聞いて、うん、一番詳しいのはタクシーのうんちゃんだよね。うん、田舎ね、なかなかタクシーのうんちゃん見つけられないんだよね。スキンケア、スキンケアって何？いや、美白だからでしょ。美白？日に当たんないこと。うん、いや基本僕夜行性なんでさ、うん、昼間寝てるんでさ、うん、バーベキュー行ったら、聴会議お見かけしました。すごくでかくてまさに巨大な山だと思いました。ありがとう。本当にでっかいんだよ。でっかいんだよ、ね、俺も最初会った時びっくりしたもん、意外と背が低いと思われてるのね。そう、キャラクター的にさ小さい人だと思ってたら超でかいからね。意外とでかい人なの。あれはちっちゃいけどね。チャンピーさんのはね、えらくでかい。あ、まあいいか。チャンピーさんじゃないね。あの人なんていうの？ん？あの人。テルチャンピンだからみんなチャンピンって呼んでる。チャンピンの隣の人。チャンピンの隣？一番席のジュース組みに行って。わかんない。和子さん身長181.5。 いや猫背でそれだから185はある。あるかな、絶対ある。猫背の状態で測ってるからそれなんだよ。違う違う、自衛隊の時に測ったから 1.5 だよ。ああかもね、うん、1個伸びてないはず。うん、でかいよ、めちゃめちゃでかいよ。佐田さんの方がでかいね、190あるから、ね、ああでかいね、化け物だよ。ある佐田さんはひょろっとしてるからね。うん、お子さん肩幅あるし、帽子かぶってるからね、もっとでかく見える。うん、うん、あの気は優しい人だから佐田さんは、うん、俺日焼けちゃったね旅配信で。だいぶ黒くなった、真っ白だったのにだいぶ焼けたよ。こっから歩いて帰ると主要のでっかい街を通るとしたらどういう帰り方かな。新宿になっちゃうよね。新宿を通る以外のルートない？あ、あることはあるけど、うん、わかるかなっていう。どこ経由で帰るか。早稲田経由。早稲田。おたき橋で、おたき橋通りからちょうど新宿のオーガードを、うん、西口側に抜けたところにこう道があるじゃん。あの道に出るコース、はいはい、あの道以外だと中野の方行かなきゃいけない。ああ、うん、どんどんちょっと道的に離れていっちゃうから。なるほど。おたき橋で曲がるしかない。あそこで曲がれば、うん、オーバードの手前で、うん、の西口側の、うん、あそこの交差点に出る。なんかね、散歩配信やりたいなと思って、どっかでショッピングしながら。途中確か新しい道ができて、うん、右に曲がって、うん、その青梅街道で出れる道ができたんだわ、うん、新しい道、うん、もう見てすぐ分かる、これ新しい道だなっていうのは、うん、ロコさん、多分ね、アップで見るとめちゃめちゃでかいの分かるよ。足まで入らないからね。みんな上半身のイメージだけど、足めちゃめちゃ長いから。あ、足の方が長い。そう、意外、そう、キムタクの足だから。座高は低いよね。だからね、電車座ってると、立ち上がってみんな、おおと。そうそうそう。座ってると小さく見えるんだよね。股下がすげえ長いの。だから、この絵で見ると、多分、でかさがわかるはずなんだよね。なんで半ズボンなんだって。ねえねえねえ、和藤さん、和藤さん。うん、このピンクのカゴにさ、メジャー入ってるから出してくれない？メジャー？うん。一番下にメジャーがある。丸いから。黒い、ありがとう、はい、これで足先に引っ掛けてね。いや、スタイルめちゃめちゃいいから。ロコさんめちゃめちゃスタイルいいから。また下88。また下88ってすごいな。足長、モデルやろ、モデルになろう、ロコさん。いや、七尾とかそういう体型だよ、ほんと。モデル体型なんだよ。このじいさんでモデルっていうのはないな。
そう、スタイルめちゃめちゃいい。足細いしね、美脚なんだよ。足細いね、歩かないから筋肉がないね、そげちゃってる。うんうん、村上さん毛深くないよ。お父さんは筋肉質だよね。俺はね、ムチっていうタイプだね。まだムチじゃないな。そう、お腹だけ見ればムチだけど、ね、うん、ももはもう筋肉って感じだよ。ああそうだね、太ももはもうボンって感じ、ね、そう、うん、だから K1 終わればムチムチになってきて、うん、今履いてるズボンがきつくなるかもしれない。いや、あのこのままね、ダイエットだけは続ける、うん、むしろそう絞っていく、ちょっと絞って筋肉だけ太くしていけば、そうだね、ベンジョ太郎さんみたいな。はい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 。で、ある程度年いってから、うん、ある油つけてもいい。そうだね、うん、そのが、腰に来にくいんだって。あ、そうなんだ。腰に来ちゃうんだって。俺ね、腰が痛くなったこと生まれてから一回もないの。ああ、それは今お腹が出てないから。ああ、そこそこ。お腹が出始めて寝てると、知らずにこう横になってるでしょ。そうすると背中が押されて、で痛い。そう、腰が痛いって感覚わかんないんだよ。ぎっくり腰とかもなくて、相撲とかも強いの。おじさん相撲取りだし。尾骶骨が出てるか出てないかで、ヘルニアかっていうのはね。全く出てない。腰は強いです。スタイル良くて美白モデルモデルって顔してないんだよね、妖怪なんだよね、うん、若い頃の写真とかないの？ないの。あ、そっか、燃えちゃったって言ってたもんね、うん、燃えちゃってる、うん、チビちゃん覗いてる、これ若い頃ね、チビちゃん覗いてる、本当だ。あ、キャベツ持ってる。キャベツか、うん、キャスバーって生主の人はタダなんですか？大手だけじゃないの。キャスバーなんてあんの？今あるよ、すごい人気だよ。新宿歌舞伎町にできたの。じゃあ高いね。うん、でもオフ会3500円飲み放題でつまみバンバン出してくれた。すごい、なんかサービスしてくれた。ありえないよ、歌舞伎町3500円であの飲み放題でつまみあの量はありえない。俺はイケメンではないと思うよ。なんか特定の人にね、かっこいいって言われる。癖のある顔が好きな。浅野忠信とか好きな人は好きみたいね。だ、昔の俳優みたいな顔なんでしょ。イケモモだよね。イケモモ？イケセナカとか顔ディスられた。え、顔はディスってないよ。顔を避けたんだよ、うん、ちょっと待ってね、まあ、いいよ、トイレ行かせて。うん、和子さんでかいでしょでっかいでしょこうやって見ると多分ロハコさんのデカさがね、だってスレスレだもん、わかるでしょ。あー、山田孝之とか好きな人とかね、うん、なんかその癖のある俳優とかっぽい、うん、いや、でかいでしょ。俺立ってようか、そこに。ちょっと立って待ってようか。俺がこれくらいなの、待ってようか。俺これくらいね。俺そんな低くないでしょ、ほら。普通ぐらい、171とか170とかだから、別にそんな小さくないと思うんだよ。普通ぐらい、日本の平均ぐらい。まあ、ロハコさんでかいよ。さんの身長を俺と比べて、ちょっとどれくらいでかいのかっていうのを横に並んで、もうちょい前、そうかい、うん、これくらいでかいんだよ。そうなの、でっかいよ。ここぶつかっちゃうの。あ、ぶつかるね、ほんとだほんとだ、ぶつかるわ、うん、ほんとだ、ギリギリぶつかる。スラムダンクじゃん、でかいでしょ。俺もびっくりした、毎回笑っちゃうんだよね。あと、その、
迎えに行くときに毎回、ロハコさんのデカさに、笑っちゃうの。めちゃめちゃでかいよ。えっていうレベルでしょ。みんな小柄だと思ってんだよ。うん。だから、いつも自分のデカさで、この、あ、コロコロ。おはよう、カイホさん。おはよう。で、笑うでしょ？意外でしょ？うん。めちゃめちゃでかいよ。せっかくお掃除してもらったんだからさ、ね、たまにはさ、綺麗にしないとね。ね、見える部分は、みたいな。でかいでしょ？帰りどうしよっかな。何配信やろうかな。いや、パッパと帰って雑談やるか。ここのメイン通りを、日常通りをずーっと歩いてって、うん、そうだな、東だから中央公園の向こうだよね。中央公園の方だね。うん。じゃあ大和通りまで歩いていっちゃって、うん、大和通りを曲がって後ろから自分家に帰るっていうスタイル取れば簡単かも、うん、なんか街並みどう？ん？街並みはあの中野坂上はすごい絶景だよ。え、中野坂上？うん。ああ、大和通りだからか、うんうんうん、あの高速の下だよね、要は。いや、そうそう。あ、今の新しい高速道路は下にくぐってるでしょ、うんうん、その上すごく綺麗だよ。ところどころ空気口が開いてるよね。一個ずつの煙突に非常出口がついてるんだって。へえ、うん。中からしか開けれない非常用出口。トレーニングがてら歩いて帰ろうか。雑談しながら。電池持つならね。電池持つ。バッテリーは全然持つから。うん、多分歩いて3時間ぐらい。かかるか。あの窓さん。2時間ぐらい。早いもん。山手通り、うん、山手通り、うん、山手通り、うん、貫禄、貫禄、うん、環状6号線。え、すぐ分かるそれ。山手通りって書いてある。うん、うん、こっち行くと中野坂上って書いてあるまで歩いていけば、はあはあ、青い標識が出てる、うん、今日ね、運動してないから眠くないんだよ。トレーニングしてないで来たから歩こうか、トレーニングがてら荷物しょって。それがいいんじゃないかな。そしたらね、面白いだろうし。え、それは何？左に行くの？左に行って。左行くと中野坂上って書いてあるから。方面的に。うん。え、すぐ右？何が？え、左に行くじゃん。うん。で、どこら辺まで行って？中野坂上を過ぎて、坂を下り切ったところを左に曲がると、ちょうど和藤さんの住んでる川のところを渡りみたく。あ、いや、中野坂上はほら俺近所だからすぐ分かるのよ、うん、その中野坂上方面に行くのはどうやって行けばいいのかっていう。山手通りを左曲がればね、うん、山手通りとの、いや、青梅街道の交差点が中野坂上だから。うん、その山手通りに出るのはどうやって行くの？この道まっすぐ行けばいい。これが山手通りの？これじゃなくて、上のこっちのバス通り。バス？ここを曲がったところ。ここってどこ？ほら、歩道橋を曲がってきたじゃん。家の前の通り？そうそうそう。え、あの、川の方じゃなくて。川の向こう側。川こっちにあんの。川こっち。うんうん。と、いつもこバスが通ってるところ？あの、でっかい通り。そうそうそう。あそこを、要はこっから左に行けばいいの。俺の説明が悪いな。右だね。右に行ったらだって、ほら、違う。警察署の方じゃん。ここのデイリーストアを曲がっ、ちょっと待って、俺がまっすぐの視点で、うん、その大きい道路に突き当たるじゃん。その視点じゃない。俺その視点でしか見れないの、アスペだから。自分基軸じゃないと見れない。そこに信号機。ここの、ここから覗いても信号機見える。うん、そこ覗いてごらん。うん、
側覗いてごらん、信号機。え、これってあれじゃん、これは家の前の通りじゃん。だからその信号機をね、左に曲がると大きい通りがすぐある。ああ、わかるわかる、うん。そしたらそれを右にずっと行けば山通りに行ける。それってあれじゃん、いつもの通りじゃん、自転車で来るときの。明治通り。え、それ山手通りじゃん。目白通り。目白通り、うん。そこずーっとまっすぐ行くと、うん、2本目の大きい通りが山手通り、1本目が明治通り。あ、やべえ、分かんなくなってきたわ。そこずーっとまっすぐ行くってことはぐるーっと回ってくってことだよね。いや、え、まあいつも通りさ、突き当たりまで行ってもいいけど。え、いつも通りじゃないよ、俺は。いや、いつもコンビニ行くの突き当たりのコンビニまで行ってるんじゃない。突き当たり、本当はここを曲がっていった方がファミマ近いのね。ファミマここ3軒あるんだわ。で、2番目に遠いとこに行ってんだわ、いつも、うん、だから、本当はこの信号機を曲がって方がファミマ 5分なんだね。違う、俺が言いたいのは、うん、さっきの通りをずっとまっすぐ右に曲がっていくじゃん、うん、そうすると、あの警察署を曲がると左に曲がると警察署行くじゃん。その道じゃないのって聞いてんの。右に曲がると警察署。違う、左に曲がると警察署の通りを来てんの、いつも。左を曲がると戸塚警察、うん、あ、戸塚警察、うん、あの通りでしょ。あれが明治通り。あれをまっすぐ行くってこと。あれじゃなくて、あれの次のあのぐらいの大きさの通りが高速道路の道。あの煙突立ってから そこに行くにはどうすればいいの。俺はこの道を歩いていくって。いや、だってあの道がじゃないの。うん、わかんねえわ。だから、うん、明治通りが、うん、環状5号線なの。俺ね、ごめん、通りの名前が分かんないな。で、5、6、7ってできてる。8って。ダメだ。多分、リスナーさんに聞かないとダメだ、俺。ありがとう、ロフトさん。ダメだ。俺ね、ほんと苦手なんだよ。うん。すげえ苦手で。あ、イメージができないの、その。戸塚警察署の道、あれは、だって、あの道をまっすぐ行った道じゃん。今、ロハコさんが教えてくれた道じゃん。あれは、明治通りで、伊勢丹のところにぶつかる。新宿二丁目の先の交差点に出るのがあれ。俺ね、放送中、携帯が使えないの。電波取られちゃってるから。要は、複数電波開いちゃうと、要は、放送が、プツプツになっちゃう。明治通りは渋谷まで続いてる道を知ってる。明治通りというか。そう、それ。原宿の近くを通って、明治通りに行くの、うん、本当、渋谷の大交差点、うん、渋谷警察署のある、うん、大交差点に続いてるのが明治通り。うん、その次に大きい通り、そのぐらいの大きい通りがあるのが山手通り。うん、わかんないわ。2本目の大きい通りだよ。2本目、うん、1本目は明治通り、2本目が山手通り。山手通りを左に曲がると中野坂上。うん、まあ誰かわかる人多分いると思う、リスナーさんに。そこ右とか左とか。場所を言ったところどころ、ファミマ何々店って書いてあるから、うん、それを読んであげると、リスナーさん、そうだね、調べやすいと思う。うん。帰りながら、なんかリスナーさんに案内してもらって、それでいろいろプラプラしながら歩くわ。うん、俺がね、その、わからないの。その、なんていうのかな。鳥の名前でしょ。要は多分上からマップで見れるの、普通の人は、うん、要は地図があって自分がこの方向向いてとか分かるんだよ。俺は自分の目線でしか分かんないのよ。言ってる意味分かる？こう俺から見た目線、そうだから、こう俯瞰して見れない。うん、うん、子供の頃から。そがりすごい異常な記憶力で、例えば3歳の時とか4歳の時に通った道とかあるじゃん。行くとわかるの。ここ通ったって。で、なんで覚えてんのって言われるし、だから自分で通った道しかわかんない。そこはもう一生忘れないの。なんか、いいんだか悪いんだか。イメージが全然できない。行ったことないところは。明治神宮。明治神宮は原宿のところ。原宿のところか。
だ明治通りっていうのを通っていけば明治神宮に行けるんだ。うん、まあ行けるけど、標識は出てないからね。あ、出てないんだ。うん、原宿方面っていう方、標識が出てるから、うん、そっち行けば明治神宮に行く。原宿の橋渡れば明治神宮です。うん、あ、ツイッターまたフォロワーさんありがとう。朝もこれから寝る感じ？ん？そうだね、この後睡眠薬飲んで寝る感じ。うん、そろそろ行こうか。睡眠薬飲んで2時間ぐらいしないと寝れない。まあ、結構寝るまで時間かかるんだ。もう7年飲んでるとね、効きが悪くて、ね、あ、2時間かかる。なるほど。これを初めて飲む人が飲んだらパッと寝るよ。パッと寝れちゃう、うん、で多分12時間以上起きない、僕の強い薬だとね。何ミリ？何ミリとかじゃなくて、リスパダールっていうのを飲んだだけでみんなは、いや俺リスパ処方されてたもん。こんな大きくないじゃん。いやそれ見せて、俺の色が違う。リスパダールが、うん、だからあの処方されてる、これ3ミリだよ。3ミリでしょ。俺 0.5 とかの6倍重い、俺のやつより。 0.5 より 3mm の方が大きいって。 0.5mm、 0.5 の次が 1mm じゃん、うん、だからこれ 3mm だ。だから6倍重いの俺の飲んでるやつ、うん、だから6倍重いから、これでこれ1本で24時間ぐらい寝ちゃう。あ、寝ちゃう寝ちゃう、うん、俺は倒れちゃう。だから、うん、初めて飲む人が飲んだら、僕の飲んだ薬が通るって言う。大変、うん、俺は効きすぎちゃう。リスパ3ミリ相当重いね。この3ミリでさえ僕2時間かかる。マジで、うん、そのぐらいのレベルまでずっと。最初リスパ1ミリだったよ。マジで、うん、すげえ。じゃあ行くか。相変わるそうなことです。何だ、あれだ、体勢がじゃん。ああ、そうなんだ。あれ以来荷物を上にした。重い。いや、重いのをね、上にした方が楽だって言われたけどね、あれ誰が言ってたんだっけ。誰か、リスナーさん言ってたよね、うん、でもバッテリーを上にしちゃうと破けちゃうんだよね、多分。うんうんうん、そうそう、誰かが教えてくれたんだよ。重いやつを、重いものほど上に入れろ。下に入れちゃってるね。今日は暑そうだね。今日は暑いでしょ。午前中はまだ涼しい風が通ってるからね。うん、よいしょ。お父さんなら電車前に着いちゃったよね。これどうだろうね。ああ、そうだね。下手したら2時間ついちゃうかも。いいトレーニングになると思う。だってあのコンビニまで5分でしょ。5分ぐらいか。7分か、そこらですよ。まあそんなもんだと思う。うん、じゃあ明治通りまで多分20分しかかかんないから、うん、いや、もしね、大和通りまで行ったら、うん、1時間かかんない。嘘、うん、この底まで1時間15分ぐらい。あ、そんなもん。あ、うん、この道からや中野坂上行くなら、うん、和藤さんの歩く速さなら15分ぐらい。へえ、うん、あ、結構近いんだね、うん、じゃあ途中早稲田通りが通ってるだけだからさ、うん、ずっと下りだからしばらく。なるへそ。だから下りの方がもっと歩くの早いでしょ。そうだね、うん、うん、ありがとうロハコさん、うん、休憩ありがとう。じゃあ俺行くわ、うん、うん、気をつけてね。うん、ありがとう。あ、ちょっと裸出てるよ。
え、どこ？ここ？いって。よいしょ。すごい重そう。重いよ。うん、じゃあ行くわ。うん。うん。お疲れっすー。うん。オッケーオッケー。うん、お疲れ。何の件？うん、A の件、うん？あ、いや、任せるよ。じゃあ行ってきまーす、うん、ありがとうロホコさん、うん、誰、はいよー、はいはい、よいしょ。じゃあ歩いて帰りますか。すごい体力。いやいやいや、全然。タイトル変えなきゃ。いや、いいんじゃん、タイトル。タイトル変えらんないんだよ、ふわっちは。あの、途中で変更できないの。都営住宅じゃないと思うよ、多分。都営住宅にしては狭すぎる。逆に。何キロぐらいだろう。江戸川橋から西新宿まで歩くけど、遠回りして歩こうかなと思って。おはようございます。まあ散歩だね。おはよう、ケイちゃん。おはよう。どれくらい距離あんだろう。これか。あ、お疲れ様でーす。どうもでーす。ありがとう。距離ありそうだな。なんか結構距離ありそうだね。どっちゃんいかさん、おはよう。アイテムありがとう。おはよう。左の歩道歩いた方がいい。 OK、 ロコさんありがとう。原宿の方に行きたいんだけどね。今から帰るんだよ、家に。西新宿に帰ります。西新宿とか中野坂上とかかな。今日トレーニングしてないんで、まあ5、6キロの荷物背負って歩きます。
あと何分 ?2 時間ぐらいじゃないかな。2時間ぐらい。早く帰って家で雑談見たかったら電車乗るけど、どう？ウォーキング雑談、ウォーキング雑談と家帰って雑談どっちがいい？どっちでもいいけど。今のはロハコさんの家。どっちでもいいよ、俺。みんなに任せるけど。家帰って落ち着いて雑談の方がいい？どっちがいい？どうしよう。どっち？どうしたい？お任せ？どうしよう。飯田橋は向こう逆だっけ、ロハコさん。飯田橋行くか。飯田橋ってあれだよね。江戸川だよね。いや、じゃあ電車で帰るわ。軽く雑談？うん、じゃあ家帰って雑談やろうか。電車乗ろう。逆だよね。要は反対側行けばいいんだよね。飯田橋って大江戸線あったっけ？電車帰るか。どうしよう。大江戸線あるよね、飯田橋ね。オッケー。電車で帰宅しましょう。今の時間空いてるでしょ。土曜日だし。今日はなんか蒸し暑いね。すごい蒸し暑い。交番左折了解でーす。ありがとう、ロハコさん。みほちゃん、ありがとう、風船。ありがとうね。てりやきチキンさん、バーガーありがとう。今日暑くなると思いますよ。今日はそんな予感がします。今日暑そうっすね。あやちゃん、朝早くない？おはよう。あとありがとう。いつもありがとうね、あやちゃん。
ケットいくらしますか？あー、編集長ね、いくらだったかな。俺がプロモーターじゃないからわかんないんだけど、立ち見席5000円じゃなかったかな。多分一番安いチケットが5000円なんすよ。だ多分5000円で買えるとは思うんすけど、いくらで買えたかな。ちょっとそれ便所太郎さんじゃないとわかんないっすね。申し訳ない。その俺ら全然そのこと気にしてなかったから、多分5000円、6000円とかで買えると思うけど、ただ30席しか出ないんで、当日は。もう本当に並ばないと手に入らないんで、保証できないですね。当日券手に入るかどうかは。申し訳ない。4000円でいいやって言ってた。でも、アントナスさん、あれだよね。その、いいやってことは変わる可能性もあるじゃん。多分気分で決めてるから、ちょっと保証ができないっすね。多分、当日立ち見は絶対売り切れますよ。並ばないと。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。